ロベルト・コバチは、西ベルリン出身の元クロアチア代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。クロアチア移民2世として、当時の西ベルリンで生まれた。毎年のように両親の故郷であるユーゴスラビアに帰省したが、2009年に NK ディナもザグレブに移籍するまでクロアチアで生活したことはなかった。 1995から96シーズンに2部の 1FC ニュルンベルクで活躍し、1996年に移籍したバイエルレバー空前で注目された。2001年にバイエルミュンヘンへ加入。1年目こそその実力に見合った活躍はできなかったが、翌シーズンからレギュラーとして GK オリーバー・カーンラと共にバイエルンの鉄壁の守備陣を支えた。4シーズンで リーグ優勝を2回、DFB ポカール優勝を1回経験するなど5つのタイトルを獲得した。2005年にセリエ A のユベントス FC に移籍した。2007年にはブンデスリーガのボルシアドルトムントへ移籍したが、戦力外扱いされた時期もあった。2009年1月、子供時代から応援していた祖国の競合 NK ディナモ・ザグレブに3年契約で移籍した。移籍金の一部は、 自身が肩代わりした。リーグデビュー戦はライバルであるハイドクスプリトだった。2010年、チームから現役の引退が発表された。1999年4月28日のイタリアとの親善試合で、クロアチア代表に初招集され、初出場した。ユーロ2008では、センターバックとして、クロアチアのベスト8に貢献。第二の母国であるドイツとも対戦し、 勝利している。2008年9月6日のカザフスタン戦では代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。